さんこんにちは。ナッチの YouTube チャンネル始まりました。今回はナッチのお家作りについて浅野社長にお話をお伺いいたします。先日初めて完成見学会に参加させていただいて、お客様に直接お会いしましたが、ノートやパソコンを持参してお話ししてくださる方や、デザインについてどうしたいとかはありますかとお聞きすると、もう正直性能性能と頭がそっちの方になっていてとお話しされていたお客様がいらっしゃったり、勉強熱心な方が多かったです。でそのような方々と社長がお話しされている姿を見て、熱意というものを感じました。自分がお家を建てるってなった時も、どんな人に建ててもらえるのかというのはやはり気になるところになります。そこで社長がどういった考えでお家作りをしているのかということをお客様に代わって私が聞いていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。まず一つ目の質問です。なぜ社長はナッチを作ったのか教えてください。会社をする前っていうのは従業員っていう格好で、はい、家作りに同じように携わってはいたものの、やっぱり自分の会社じゃないので、はい、100% 自分が作りたいようなお家を作りきることができるかっていうと、やっぱりそこはやりきれないんですね。で、最後まで本当に自分がこだわって作ろうと思うと、手段としてはもう自分の会社で自分が、うん、最後まで責任を持って自分のやりたいことをやり尽くす、やりきるっていうことしかないんですよね。はい、まずそれが一番のきっかけ。社長が作りたいと思っている家っていうのはどういったものですか？やっぱり性能面で当たり前なんですけども、やっぱ夏は涼しくて冬は暖かい、はい、ここ非常に抽象的な表現。それを抽象的表現だけで終わるんじゃなくて、はい、本当にこう冬場であればね、足元が冷たくならない家っていうのをいつもお客様にお伝えするんですけど、宣伝文句だけじゃなくてね、実質的に本当に暖かい家っていうのをどうやって作るかっていうのは、ずっと僕が課題として、ね、持ってきたことなんですけど、従業員の時には作り込めなかったんですね。それはなぜかっていうと、はい、当然年間にね、絶対やらなければいけない等数、はい、目標等数、これっていうのは要は会社の社長だったりとか、要はトップの人からこんだけやりなさいっていうことで目標設定みたいなのがあるよね、数字にね、はい、でそれを言われると一個一個にあんまり手間暇かけてると数がこなせないので、どっかで簡素化せなあかんっていうことが出てくるんですよね、家族の中にね。今だったらそれ僕が年間通して低くして一頭一頭でしっかり時間かけるってことが自分で考えて自分でできるので、そういう采配を全部自分でやっぱりできるっていうところ、頭数が減らせる判断って、やっぱ自分社長しかできないんですね、はい、で僕はそれがやりたかったって、一個一個ね、きちっと作り込みたかったっていうのがあるから、はい、ナッチでは高性能住宅を作っておりますが、なぜ社長は高性能にこだわるのですか？やっぱり健康的に暮らしてほしいっていうのがベースですよね。もちろんそのものづくりっていうことにおいては、その性能値っていうどうしても数値で出てくると、はい、いい数値を単純に求めたいっていう、で例えば UH だったら、はい、やっぱりよそより負けない数値にしたいってこれは本能的に思ったり、C 値もそうなんですけど、はい、毎物件ごとに、ね、はい、C 値ってこう測りますから、はい、なんか測る以上はね、記録じゃないですか、はい、なんか更新したいというか、すごいいい数値を出したいって単純に質問とかね、はい、そこからスタートしたんですけど、ただやっぱり性能値上げていくと冬は暖かくて夏涼しいお家っていうのがどんどんこう現実のものになっていきますから、あとそれにプラスアルファは足に積極的にずっと入れていくと本当にいい家になるんですね。高性能な家を作れば作るほどお客様からねやっぱありがとう喜んでいただけるんですよ。で結局は数値を追い求めた結果、それもお客様にとってプラスになって、はい、で僕も数値を求めていい数値の家ができたら、はい、作ってる人間として嬉しい、うん、でそういう家に住んでいただいたお客さんはあったかいし涼しいし嬉しいみたいなんで、はい、もう本当散歩よしかなと思って、うん、それが一番かな。今世の中にはいろんな考え方の高性能住宅ってあるじゃないですか、うんうん、でその中でなんで松尾式、うん、選ばれているんですか？候補といえば、たくさん あるにはあるんですけど、はい、なんかね、全部高い高い、うん、あ
今もパシブもそうなんですけど、こういう、ね、欧米の、まあ、技術だったりとか、まあ、そういったものを取り入れながら、まあ、日本の、ね、温熱のこうレベルって低いのでね、まだまだ、うん、やっぱ向こうのレベル持ってこようよって言って頑張って積極的に活動しているような団体もたくさんあるんですけども、うんうん、まあそれは分かるけども、うん、こう変えないよね、うん、やっぱり皆が変える価格じゃなかったら高性能住宅も本当に絵に描いた話で何の意味もないよねっていうところ で、うんうん、で自分なりにいろんな試行錯誤を重ねながら、はい、やっぱコスパよくそういうのを作るっていうことを重きに置いてやってきたんですけども、で全館空調だけはどうしてもあれシステムなんでね、空調システムだからあるシステムを僕らも導入するしかないっていう、自分たちが作れないっていうところがあって、でそこだけは悩みの種やったんですよ。松尾先生の、はい、その床下暖房とか言われるの、はい、仕組みっていうのを、はい、あれは汎用品を使って誰でも作り方の技術さえ知識さえあれば、はい、まあ、それが結構肝なんですけど、その容量だけ分かってしまったら使ってる材料っていうのは本当に家電屋さんとか電気屋さんで揃えれるもので作ってるから、あとのメンテナンスもすごく簡単にできるのと、導入コストは本当に安い、うん、他の全館空調システムに比べたら導入コストがはるかにやっぱり安い、でそうですね、やっぱりエアコン使ってるっていうのと特別な材料使ってないっていうところが大きい、はい、いいものでも本当に高かったら嫌だなっていうのがあって、うん、なんか自分の感覚であのちょっと頑張った本当手の届くものじゃなかったら、あんまり無理してね家ばっかりに金かけて、それは確かにいい家だけど、なんかローンの金額がすごい金額みたいな、これもあんまりだなっていうのがあったから、そのコスパがいいっていうのが松尾先生の全額調査してるのがいいところかなっていう感じですね。社長がいつも言っている高性能住宅の指標についてなんですけれども、パッシブ設計を標準化していること、ヒート20、G2 から G3、 C1 は 0.5 以下を標準化するということ、許容応力度計算による耐震等級3を標準化するということ、先ほどもお話にあった松尾式全館空調システムを標準化という、この4つについて詳しくお話を聞かせてほしいです。ゼッチじゃダメなんですか？簡単に言うとゼッチではレベルが低い。何がレベルが低いんですか？まずゼッチ基準で UH で言うと 0.6 ですからね。 UH の 0.6 って僕が多分本当に10年前ぐらいに作ってた家の10年前の家のレベルなんですね。温熱をきちっとやってる人からしたら、あのゼッチっていう言葉もう多分頭からないんじゃないかなと。けど大手発明家さんがゼッチゼッチって言ってるから、うん、なんか3本それが省エネ住宅だなみたいな感じで思いちゃうんですけど、うん、全くそうではなく今頃みたいな。 UH 0.1 が違うと、はい、どんな風に変わるんですか？ UH っていうのが熱の逃げにくさの数値なんで、あのどんどんこう室内の空気がね外へこう熱が漏れなくなるっていう、そういうことですよね、うん。どんだけお金かかってもいいから、はい、0.1 落としなさいって言うんだったら、はい、すっごい簡単です、はい、けどそれをやっぱコスパよく数値を上げていこうと思うと、はい、例えば開口部窓の選定、ガラスの選定、断熱材の選定、材質とあと厚みをどうするか、でそれは壁のこと、床のこと、屋根のこと、でも高度高段追求していくと結露リスクってどんどん高くなる傾向にあるから、それも分かった上でそういうリスクが少ない家で高級高段をきちっとシステム化していこう、体系化していこうと思うとやらなければいけないことがやっぱ結構あって、その結露がリスクが高くなるっていうのは、うん、外と部屋の中、お家の中の温度差ができるから、そうなんです。内外温度差ができるとコップの表面に水滴がつくのと一緒のことなんですけど、どんどん結露リスクがやっぱ高くなる。そのためには気密をやっぱり同時にセットで高めていく必要もあるのと、あとは湿度ですよね。うちはあの可変シートって言ってね、室内側にあの夏と冬でね開いたり閉じたりするようなシートを使ってますけど、じゃあその可変シートってどこのメーカーのものも良くて、あとその可変シートの施工性、大工さんにどうやって施工させるのがいいのか、メーカーの標準使用書通りに作るのが一番いい状態でね、あの現場で収めれるのかどうかっていうのもやっぱ疑いの目でもね、自分たちでこう試行錯誤しながらやっていく必要があるのか、ただ単純に数字だけでこう読み取れないところって
あの性能アップにはあるんですね。コストの面、施工性の面、はい、あとは高機構断熱すればするほど高まる結露リスク、これを低減というか、あのゼロにしながら全部を両立していくっていう、これね結構大変なんですよ。一つがめちゃくちゃ良くても、うん、他がダメだったらダメになっちゃう。そうです。あと、うん、そのパッシブ設計っていうのが、あの高気密高断熱とは別の概念なんですよ。断熱性、気密性を高めるっていうのは、その家の箱の性能ですよね。箱の性能、熱の逃げにくさ、はい、漏気が少ないっていうこの箱の性能なんですけど、断熱材を厚くしたり、隙間を少なくしたりすることで熱が逃げにくい家を作るんですけど、はい、当然これ自然界にあるものですから家って作るのね、あの外からの外気の影響って受けますよね、はい、でそれがいわゆる日射遮蔽取得っていうような、これをコントロールしていくのがパッシブ設計なんですけど、はい、冬は当然日射が入ると嬉しいですよね、はい、これでも夏場って日射って入ると部屋が暑くなるから、うん、あんまりよろしくないですよね、はい、でこれを夏に入らない冬には入れるっていう、このコントロールするのがパッシブ設計なんですけど、高気密高断熱で性能を高めれば高めるほど熱が逃げにくいということは、夏場に火を入れてしまったら、うん、夏場の日の暑い空気も逃げにくくなって、結果的にすごい不快な家を作ってしまうと、うん、だから高気高断だけでは絶対いい空間で作れなくて、うん、プラスアルファパッシブで、あのきちっと入れるときは入れる、入れないときには入れないっていうようなことをしてあげなきゃいけない、これも必ずセットじゃないかな。じゃあ僕はプランニングにおいて順番的には何をしているかなんですけど、はい、まずパッシブ設計で、例えば、柱と屋根材だけで外壁も張ってないし断熱材も入ってないし、もうスケルトンの状態の建物を、はい、壁がない、壁がない、はい、でまあ、雨だけしのぎたいもんね、屋根だけはついてるよっていう肌感覚のお家があったとしたら、はい、その状態で夏涼しく冬暖かい家っていうのを究極に、作り込む、これがパッシブ設計です。まずはお金のかからないゼロコストでパッシブ設計っていう技術だけで暖かい涼しい家を作り切る、今度はそれを作り切ったら高気密高断熱の状態にするために断熱材の性能とか材種の選定とか厚みの選定だったりとかっていうことをきちっと決めて、で開口部も決めて、でパッシブ設計と高機構断熱が出来上がりました。それを全角受注システムで応用になる、この3つの手順で作っていくと、はい、コスパの利益ができるっていうのがうちのやり方です。この前、うん、あの点検に一緒に同行させていただいたんですけど、うん、点検を社長自ら行くっていうのは珍しいことなのかなってことだと私は思ったんですけど、どうして社長は自ら点検にいつも行かれているのですか？作るの好きって言いましたけど、はい、作ったものがあのきちっと僕が作った想定通り進んでいただいてるかどうかっていうのをやっぱ確認がしたいっていうのがまず一点ですね、うんうん、隅々まで自分の目で見てチェックをすると、うん、あの課題もやっぱり見えてくるところあるんですよ。作って作りっぱなしだと永遠に見えないんですよね、課題って。で、もうちょっとこうした方が良かったかなっていうものって、あの社員に任せてると、はい、あのもちろん報告してくれることもあるかも分かりませんけど、うん、逆にもうこれぐらいあったらいいかな、自分の範疇で解決したからいいかなっていうところもやっぱ少なくとも出てくるんですね。僕も従業員として働いてた時に、全てが全てじゃあ社長に報告してたかっていうと、自分の中で解決してお客さんに迷惑もかかってないし、会社的にもマイナスになってないことでたくさんあったけど、改善につなげていこうと思うとやっぱそういうのも共有しなきゃいけないところがあるんですよね。かつ社長がそれを理解してるとすぐ改善、そのいわばブラッシュアップのこのサイクルっていうのを変えたくないから自分で見に行ってるっていうのがあります。例えば違う人間が点検行ってきましたって、なんかあの不明とかなかったったら大丈夫でしたって終わると思うんですよ。けど僕が行くと、うん、この手ぶらで帰ってくることって絶対なくて、うん、あ、ここでもうちょっと帰って帰った方がいいかなっていうことって必ず一つや二つ持って帰ってくるんです、うん、それが月に1件点検あったら、はい、24とか30とか改善点が僕が拾って帰ってくるわけですよね、はい、うん、そうするとその家っていい家になってくるじゃないですか、はい、それがやりたい。で何千万って預かって建てた家だから、やっぱり自分の目で見に行ってそれが確かなものだったかどうか
これから提供する家に何か一つでも二つでもね、改善するポイントがないかどうかっていうのはやっぱ見てほしいよね、うん、なんかそんな気がします。社長はいつも初めてのお客さんにお会いするときに、どうしてナッチに来てくれたのですかっていう質問をされてると思うんですけど、それっていうのはどうしてですか？性能のいい家を建てたいので、はい、ぜひお客さんもその性能を求めて来てほしいっていう、うん、単純に僕の願望があって、暖かい涼しい家に住みたいっていう方の要望に対して、そのお家の提供をしていると目標、目的が一致してるじゃないですか。欲しい、こういう家が作りたい、はい、これハッピーじゃないですか、はい、けど例えばデザインが、うん、かっこいい家建ててください、はい、まあ、性能はそんなに別に普通でいいですみたいな、うん、人に、僕そういう家って作りたいんじゃないですよ、僕が。これちょっとミスマッチで、うん、あんまりハッピーじゃないと思うんですよね、うん、だから僕が作りたい家とお客さんが作ってほしい家と、はい、一致するお客さんと家作りするのが、うん、担保良しなので、そういうお客さんの効果を見極めるための質問みたいな、はい、だからドキドキしてますね。デザインですって言われたら、いやーって書いたい。そうそうそう、もちろんデザインをこう軽視してるわけじゃなくて、そこの部分に関してもお客さんにやっぱ喜んでいただきたい。性能が高いけどかっこ悪いとか嫌だから、はい、そこもバランスやと思う。うん、僕の中の優先順位的には、うん、やっぱり性能、あとは機能性だね、住み心地、うん、間取りプランだったりとか、あ、はい、あの収納が適所に、適量あったりとか、使い勝手がいいとか、うん、まずそっちがあって、次デザインかな、うん、それがきちっと網羅されてる家であって、かつ、うん、おしゃれだったらよりいいよね。一頭一頭簡素化してるわけじゃないので、うちはその回数がやっぱり他社に比べると多くなりますから、うん、その分年間2年立てて、お引き渡しができる頭数っていうのが限られてるので、はい、限られてるからこそ、うん、自分たちと同じこう考えを持ったお客様と、やっぱ密でお家を建てたいっていうのがあるので、はい、最初にまあお尋ねして、うん、コンセプトとかももちろん伝えをするんですけど、うん、お互いにハッピーで。先日お引き渡しに初めて行ったんですけど、まあ、その時にお客様と社長、設計士さん、現場監督さんの全員が最後の挨拶で涙をするっていう瞬間、思いを一つにする瞬間っていうのを、仕事っていうところでこう目にするって思ってなかったので、すごい印象に残ってます。涙したね、久しぶりにね。感動はしますけど、ね、奥様がね、ちょっとうるっとされたんでね、ちょっとね、泣いちゃったんですよ。社長、結構すぐに。序盤でね、今でも思い出すとちょっとダメですけど、いい仕事ですよね。やっぱり建ててほしい家と、僕らが建てたい家っていうのが一致すると、ああいう、泣いちゃうんですよね。ああいう家を、やっぱり一棟でも建てたい、ああいうお客様とやっぱ出会いたい、うん、出会った後点検に伺うっていうのは、やっぱりそういう方とずっと途切れずにね、はい、人と人としての付き合いをしていきたい、うん、まあ、そこが僕は工務店の良さだったりとか、この仕事の良さかなっていうふうに思ってるから、そういう面では昔の大工さん的なね、うん、いつでも呼んでもったらすぐ行くで電話してよみたいな、なんかそういう、うん、会社が僕はいいかなと思ってて、うん、やっとくわみたいな、なんかそういう、その部分はアナログでありたい、うんうん、昔のいいところっていうのをそのアフターコロナからそれは取り入れつつ、最新の技術も取り入れつつ、まあ、いいところ取りしてコスパのいい家、後々のサービスも含めて全部お客さんに提供したいなっていうのが僕の、まあ、究極の理想ですよね。社長はこれからどういったお家作りをしていきたいと考えていますか？これからも一緒だね。作りたい家を作り続ける、うん、はい、それをどんどん改善していく、まあ、その結果、まあ、G2 より上みたいな感じで言ってますけど、はい、おそらくもう G3 普通だよねっていうのはもうすぐ来るかなと思ってます、うん、まあ、それぐらいのスピードでこの作りをやっぱりね追求していきたいなっていうところもあるかな。あとは自分たちの思っ
いと、それを共感してくれる仲間っていうのも一人二人設計士だったり、うん、公務員もやっぱ増やしたいし、うん、でそこに集まってくるやっぱお客さんもどんどん増えていってほしい、うん、同じ志を持った共感できる人たちと働いて、うん、でお客さんにもそういう人に囲まれて、うん、楽しく、まあ、仕事がしたいなと、でそういう会社を目指したいなっていうふうに思って、はい、結果みんながハッピーだったら、ね、それが一番いいかなっていうふうに思ってますね。社長におうち作りの考え思いをお伺いしました。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。次回の YouTube チャンネルも楽しみにしていてください。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。